さん今プレステ5で見てる、ごめん、ちょっと画面から出てくるわ、ちょっとニョキ、プレステ5からこんにちはって言ってニョキ、こんにちは、くーるーきっとくーるーじゃないか、あれこれ違う、あれ歌なんだっけ、ジオンの歌ってない、リングなんだっけ、画面から出てくんの、いつか本当に画面から出てくる日来んのかな、え、ないです、あったとしても団長、団員さんのとこ行かない、どうせあれでしょ、団長が団員さんとこ行ってもさ、なんか、いや、団長知ってるんだよな。団員さんのことだからね。きっとね。まあ、団長みたいな可愛い子が目の前に来たら、へぇ、おっぱい触っちゃおうとかみんな言うと思うんだけど、団長知ってる。団長が、こんちゃーって言ってもさ、本物だ本物ですか、今から牛丼買ってくるの、ちょっと待って。なるんでしょ、気使わしちゃうから行かないよ。それスバル先輩を目の前にした団長、ふざけんなし、そんなことね、おい、み、本気で言ってる、めちゃくちゃアイドルらしからぬ顔する、長きゃね、スバル先輩を目の前にした団長じゃねえんだよな。スバル先輩関係性リセットします、頑張って関係性リセットする、リセットするわ、そうリセットする、あの本当にさ、数ヶ月、なんなら3ヶ月前ぐらいはね、スバル先輩と普通におしゃべりできたの、うん、あ、いつからこうなっちまったんだ、いやライブからって、いやマジレス知っとるよ、やばかったよプレアです、あの 3D ライブはやばかった。あれはね、全人類がスバ友になるね。あれはね。そう、あれから団長狂っちまった。本当に。狂っちまったよ。どうしてこうなっちまったんだ。ノエルさん、なぜか、なんか。なんでしょう。スバルのファンって聞いたんですけど。あー、なんかね、この前、プレアです、はい。あったじゃないですか。ライブね。はい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 、いやあれね、やっぱすごいダンスも歌もね感動して、おー、そう普通に配信者としてね、やっぱ尊敬するね、やっぱ先輩としてね尊敬してるなっていう感じで、まあ、はい、スバ友になっちゃったんですよね、ありがとう。ちょっとやべえ、もう終わらない今日ちょっと。はい、はい、そうなんです、ね、なんかそっから、あのその前まではね普通におしゃべりできてたんだよね。そうだよね、なんかこの前チョコセンとね家に来たりとか、あの夏、ね、あ、そうまあ今回はね、やっぱホロライブ仲間としてこれはいけない、まあ確かにね、いけなくはない、いけなくはないけど、うんうんうん、ちょっとやっぱね関係性を一度ね指し示していこうというコラボになっております。は